気な侵入者よ。このデスホールで地獄に落ちろ。なんだろう、これ。これってドクターテキーラの日記じゃないの？ちょっと読んじゃおっか。我が愛しのカシス、あなたはなぜ私の研究所を出て行ってしまったのか。あなたがいなくなって、私は初めてその重要さに気づいたんだ。研究所仲間で遊園地に遊びに行ったとき、あなたはとても楽しそうだった。
私はあなたに捧げるために世界に誇る遊園地を作ろうと思う。一つの愛から生まれた遊園地、ハートフルパークだ。長い年月をかけ、ついにハートフルパークが完成した。しかし、それと同時に私は、私の恋が永遠に実らざるものとなったことを知ったのだった。その頃から徐々に、私の心が私のものでなくなっていく感じがした。この日記はお土産に持って帰ろう。そうね。レスカとレモネの活躍によって人質は解放され、ドクターテキーラは消息不明となった。ただいまー。おかえり。二人ともよくやったわね。さすが私の娘。